これね。湖の女神さん、カジミン&キオイヤ、ノーカルトーク、https、ゆる。でも、ちょっとぼやけてるかな。でも、もっぺん行ってみん、だって、もっぺん行ってみんひんって言われた。もっぺん行ってみんひんって言われたんで、もっぺん行ってみます。ここ今ぼやけてないんだけど、でもな、一旦これ切れたから、再、なんていうの？チョベリバラピオさん、美人な巨乳な幽霊ならあり。巨乳な幽霊かもしれない。これでもっぺんね、またどうなるか分からへんねんけど、今綺麗、今感想綺麗、これ画像綺麗やね。多分ね、長いことしてるとどっかで覆ってしまうんかな、ピントが。もっぺん行きます。これね、今ね、こう一つ目のトンネル、でもさっきここでもぼやけてたよね。え、でも今綺麗じゃない？な、綺麗やね。ちょっとこう綺麗な状態でもっぺん行きます。チョベリバラピオさん、性格は優しい感じで知らねえでもあまりそんな巨乳の霊って見たことないよ。どうなんやろ、そこまでだってはっきりとかさ、見えるとか見えんとか私は見たことがないから、見たって言うてもなんか雰囲気だったりとか感じただけとかやから、そんなに ね、 ここ、 ね、 こ、 こ、 ねこれが今とりあえずその2つ目のいつも思うやけど、このもうちょっとゆっくり走った方がいい。あ、そうなの、ゆっくり走った方がいい。でもね、まあ後ろから来てないからね。あ、電波、そうなん、トンネルに入ったらちょっと電波がね。でもチョベリバラピオさん、やっぱり巨乳に恨みを持ってる幽霊が多いのかな。あ、綺麗綺麗、画像綺麗。これがほんでも2つ目、3つ目のトンネル。3つ目は出ないの？3つ目は出ないです。で、チョベリバラピオさん、ね、左の家は、あ、左の家じゃない、あれね、バーベキューをここ、本当はわかんないけど違法でしてある人がいるんですわその人の小屋。あ、そうだ、うん、バーベキュー違法です。ここね、多分ね、落ちたらダメよ。落ちたらダメなんやけど、こんな感じでね、ほら、石がこうガーッ。チョベリバラピオさん、普通に家っぽかった。うん、普通に家っぽかった。違うよ、あのね、小屋みたいなところを改造して、バーベキューのその道具とか、ほんまわかんない、ここな、ここ遊泳も禁止やし、バーベキューも禁止なんやけど、勝手にやってはるらしいです。まあ、ここ琵琶湖やけど、今なんかふわふわってしてるのは多分何か風で動いてるだけやな、あれ。え、ほらほら、あれ、なんか向こうがほらほら、あれ、何あれ、何、ちょっと待って、あかんあかん、私怖い、ちょっと今。でも何、何、なんか、あれ、チョベリバラピオさん、何あれって待ってんの。いや、え、今日、あ、風あるから。風ある？え、風ないよ。あるけど、いや、あるあるある、なんか波の波かな、波のあれちゃうかな、まあ軽く波はあるからね、さっきも